またキスされるんじゃないかと身構えてたけど、さすがにそんなことしないか。おはよう。おかえり。どこ行ってたの？おう、実はお前のために怪物みてえな人間と人間みてえな怪物と戦ってきたんだよ。へえ、そりゃお疲れ様の、ありがとう。あんま無理しないでね。無理させろよ、好きでやってんだから。知ってる知ってる、お兄ちゃんは私たちが大好きなんだよね。勝手に言い訳すんな。お前らなんか大嫌いだよ。夏休み明けにさ、僕の彼女を紹介してやるよ。え？何それ、お兄ちゃん彼女いたの？うん、実は5月あたりから。プラチナムカつく。余計なことチクんじゃねえぞ。らしくもなくダラダラと出しゃばっちまったが、いつまでも長居していてもつまらない。とりあえずは自分の部屋に戻って着替えるとしよう。いろいろやってるうちにすっかり夜も更けてきたことだし、気の利いた化け物はそろそろ引っ込む自分である。